するしない。どうも、稲田彩子です。中田春奈です。高田直也です。3人揃って信号機です。イエイエイ初めてすぎて信号機でもねえし赤ねえし黄色真ん中だよ。あ、逆だったね。これ早めにやっとけばよかったね。さあ、というわけで今回は嬉しいお話、お知らせ、ご報告、ご報告、ね、なんとチャンネル登録会員数3万人突破しました。ありがとうございます。多分ね、これを見てくださってる方は全員登録されてると、うんうん、でしょうね。間違いなくね、ことでございます、きっと、うんね、1年です。1年で3万人。そう、結構これすごくない？いや、すごいね、すごいし、ありがたいことよね。だってさ、もう名もない人たちだよ、大体ほぼ、うん、まあ一般の人から見たらそうね、うん、あの、もうすごい芸能人いっぱいいるじゃない。芸能人もそうだしさ、ね、YouTuber っていっぱいいる中で、ね、ね、この信号機みたいな3人がさ、ね、あ、どっぷり忘れてた、こうなわない、どっぷりはどっぷりはいてさ、4色でさ、1年間でさ、3万人いけたって、すごいよ。これはかなり、ほんと皆さん、ほんとありがとうございます。本当に、ほんとに、これからもほんとよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、この1年間をちょっと振り返りながら、3万人のお祝いを、今日はこの妹の家でしたいと思います。イエイエイ、長野のね、ご迷惑おかけします、すいません。よろしく。かなちゃん、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 てか、かなちゃんおいで。はい、というわけでね、まずじゃあ、あの、いろいろ企画やったじゃない。覚えてます？そう、1年って言っても半年ぐらいなんだよね、今年からだから。そうだね、そう、まだ5ヶ月ぐらいしか、うん、そうだ。でもさ、もういろいろまあ撮ってきたじゃない。そうね、結構撮らせていただいた気がするね。で、みんなに一番あの楽しかった、良かったって思った企画、楽しかったやつと、もうほんとこれ二度とやりたくないみたいな企画あったら、なんかあるんだ、あるんだ、やって、やっていっていこうと思うんだけど、うん、何ある？ねえ、なんだろう、どっちから行く？じゃあきつかったからさ、きつかった行くか、きつかったやつ、あ、やろうやろう、きつかったやつ、うん、なんだろうな、ハルちゃん、そんな幸せなことしかなかった、この番組。幸せだった、いいご身分だな。本当だよ、うちらまずあるよね。ある、ないな、せーので言う、うん、行く？2つあるから。え、2つ、うん、俺2つきつかったなってものあるけど、1個はあいこと絶対一緒。2つもあるの？ある、結構あったね、きつかった、ほんとに。まあでも、ひなたさんと僕は多分、まあでもひなたさんもほらさ、別にあるよ、まだね、1年前からやってるから、ただあいことね、僕は間違いなくきつかったというか、うん、もうまずかったというか、なんていうかがあるよね。あーせーのだよ、うん、なんていうかね、4文字4文字せーの、ビーンズ。もうこれは、もうほんとにね、おむつ味とかさ、すごかったんだって。もう、あの、吐しゃ物の味言い方な。いや、もう本当にあれはひどかった。1個目食べた時はゲロだったんだよね。ゲロの味と何かみたいなやつで、本当に2人ともゲロをやった瞬間に口がめちゃめちゃ臭くなってね。へえ。いや、あれはもうできない。でも、やっぱさ、俺も YouTube 始めの紹介動画だったから、か、頑張んなきゃいけないっていう気持ちもあったから、たんだよ本当に。あく今だったらもうぶん投げてるもんね、全部ね。あく紹介、なんで彼の紹介で一緒に食べたのよくわかんない。そうだよね。あれも辛かった。じゃあ、あの後めちゃめちゃテンション下がってたからね。私ね、辛かったのね、あの初期段階の、あのいちごちゃんに展望いくつ入るかみたいな。ああ、炊くのね。あれ、これ本当嫌だったの。私、何しに生まれてきたんだろうって思って、こう一本ずつこう入れてた。そうだね、あれは辛かった。私もやりたくない、喪失感みたいなのがあるわけだ。え、結構えぐいぐらいに虚しい気持ちになるよ。あ、なるほどね。あれ嫌だった、本当もう出会ってるよね。もう最後こうやってやつ、うわーってなる。あれは嫌だ、もうやりたくない。はるちゃんは？私ね、あんまりなんか、なんだろう、こう撮影してて、うわ嫌だなって思ったことあんまりないんだけど、一番最近で、うん、大阪行ったのが朝早くてちょっと嫌だった。時間？時間？もうだって5時に起きて7時の新幹線乗って、ね、もう11時にはマージャン打ってみたいな、ちょっとそうやって打ったことあんまりなかったかな。朝が辛いってことね。朝辛い。でもそのさ、大阪行ったやつってあれでしょ、好成績のやつでしょ。そうなの。何年生でしたっけ。そんな
ない状態始まって9回あったけどラスがなくって、あー優秀すげえハッピーな思い出だった。でもね、本当に自分たち2人でやっぱ撮ってたからね、うん、まあでもね、ちょっと仲良くなれたんだよ。仲良くなった？そうなの。良かった思い出は、なんかいい、この企画いいなとか、良かったのは楽しかったなってやつ。あー、おめえ、いいですか、うん、僕ね、面白かったのと、ごめん前で、いいえ、とんでもないね。面白かったのときつかったの、2つ一緒なの企画なんだよ。何だったんだろう、何何7時間生放送したでしょ。おー、麻雀のたどり着くまでね、はい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 、はい、めちゃめちゃ楽しかった、帰れまてんのやったし、だけど、めちゃめちゃきつかったの。何もやってないくせにめちゃめちゃきつかったの。時間ね。そう、時間が長くて、それをずっと撮ってる生放送だったから、うん、なんか変な鼻閉じてもできないわけじゃん。そうでしょ？究極だね。だからできなかった。それはあった。でも楽しかった。あれが一番楽しかったかな。いろんな人よ参加してもらったしね。お二人は？基本でも生放送はちょっと楽しいかも。私は生放送楽しいんだよね。うんうんうん。もう編集のさ、人大変じゃん。そうだね、生放送パンっていけちゃうからさ、垂れ流しでね。そうそうそう、垂れ流してたね。うん、楽しいね。あいちゃんと話してるだけ、あれのOK、 あれの、あの、奈良さんがいなかったバージョンの生放送もやってた。あったあった。あれもなぜかすごい長くなっちゃった、ね、あっという間なんない。そう、なんか、あ、え、もうこんな時間みたいな。そうそうそう、ね、あれ電話来たやつ、コンさん電話したことあったっけ。あるあるある、1個ある、1回ある。嘘だ、そんなわけだ。カットしといて、今のイラってきたから。なんかね、清に電話するのはよく覚えてる。代表ね。そう、大好きなの代表。そう、すぐ電話しちゃう。よく電話してるもんね。だって3コールぐらいで出てくれる友達は新津清っていう代表しかいないよ。うん、そうだな、うん、確かすぐ出てくれるもんな。そう、なんかね、私が多分悪いんだと思う、生放送が長引くのは。そうなんか、いつでもやめるっていう権限あるのに、やめないっていうのはいつもルート選択で、やめるやめないやめろみたいなのやめないから。私がなんだと、アイコンもう喋ったらもうずっと喋ってられてるからね。そうそうそう、うるさいんでね。でもほんとなんか2人で喫茶店にいる時に喋ってるのをそのまま魔法書を流してますみたいな、ね、だからほんま普通じゃないね。そう、全然大丈夫なんだよね。なんかね、楽しいっていうかね、やってて、あ、この企画いいなって思ったのが、匠の後に撮るプロとの対談系、日向の部屋とか、まあ、なんか Q&A とかのやつの、あれはね、結構好き。人となりめっちゃ出てくるじゃない。その人言えるもんね。そうそう、でこの人どんな人なんだろうってすごい私も知れるし、なんかね、土田さんとか超面白いな、喋ったのめちゃくちゃ。まだ出てない。まだ出てないよ。まだ出てない、見てないと思う。今この現在ですね。現在ね、なんかね、壺買おうかなって思ったよね。本当に。ってぐらいなんか引きつける才能がありすぎるからね、土田さんって。なんか土田さんがここまでたどり着くのに、うん、結構こういう出会いがあったよとかそういうのも話してくれてる。へえ。そういうのもいいよね。好き、あれ好き。確かに。でも基本的に誰かいる企画がやっぱ一番面白いな。一人でやるよりも面白いのはみんないた方が楽しいなと思うよね。今後3万人来ました。はい、次の目標、目標何にしよう。コロさん、はい、何、まあ倍だよね、6万人。まずはもう1年で正規会6万人でしょ。あ、もう1年で5だな。いや、でも倍ぐらいだよね、やっぱ倍で6万人に。倍はね、この速度感もう無理だって、冷静に考えてになってくれたらいいなということを胸に引っ張って頑張っていこうってこと。だからもうね、なんかちょっとやばいことするとかじゃないと無理だ。なんか無理だって、そういうのじゃないと無理だと思う。むせちゃった、むせちゃった。やばいこと担当だろうなと思ったから、むせちゃった。はるちゃんはどう思う？ね、新色追加したい。新色か、うん、新色ちょっと増やして入れたいね。ゴレンジャーができたら、ゴレンジャーグッズができる気がするんだよね。ゴレンジャーグッズ、はるちゃん商売系にいつから行ったの？ゴレンジャーグッズ。そしたら6万人の夢じゃないしね。でもなんか前々からやりたいって言ってなかった？あのね、増やしたい、人増やしたい、うん、あのね、若手入れたい。そうよね、絶対的な後輩を入れたい。確かに、なんか、どこさ、後輩の匂いしないの。
なんかもう、なんかすごいアイコに権力絶対持ってるでしょみたいな。やっぱ圧倒的に年下やりたいよね。うん、年下やりたい。もうね、団体問わずで行きたい。お、麻雀プロっていう限定は必要だ、うん、そう、麻雀プロに所属してれば、うん、もう誰でもいいですよっていうオーディションやって、うん、あの、ほら、よく白い椅子にこうやってさ、座ってさ、そこに一人さ、やりたい座ってもらってさ、うん、君は将来何をしたいんだみたいなこと面接官としてやらせていただけるとか、うん、立ちたい、やりたい、え、なんかトゥモローとか歌わせてさ、でやねん、なんでなんでトゥモロー限定やねん。劇団とかやるかもしれないじゃん。あ、確かにね、アニーとか手出すかもしれないからさ、トゥモローとか歌ってもらってさ、や、なんでもできる方がいいよね。そうマルチな。あ、今募集かけます？いや、今は違うんだよ、時期じゃない、今は時期じゃないの、まだ時期じゃない、まだ地盤固めるところと私たちがしっかりしなきゃダメだって思う。そうだね、うん、だけど今年中にやりたいなと思ってます。新職追加、新職、まあ今年中か来年にかかるぐらいの新年度には間に合わせたい。それはもう発表が、決定が。ああ、なるほど、うん、オーディション内容はもうこっちでやっとくってこと。そうそうそう、やりたいから、それを全部1としてね。いや、いいんじゃない、今年の方法は新メンバーを増やすんじゃない。え、でもそれだけじゃとちょっと、うん、そうね、じゃあチャンネル登録6万人と進捗を増やすと、最後は愛子さんの目標、方法ね、今後の方法として今年で打ち切りにならないってことじゃない。リアルだ、みんなね、ちょっとね、夢見すぎだと思うんだよね。そう、うん、よく考えて、うん、上がやめるって言ったらこの曲秒で終わるからね。だから今年も頑張って大人にコメを売っていくっていう。そして全国にこう行かせてもらってるじゃない、あの各企業の人にちゃんとペコペコして、これからもあのスルシナよろしくお願いしますってことで、お中元とお歳暮はしっかり送る、あれだよ目標は。本来のやらなきゃいけないことはしっかりやるってことだね。だからね、行かれちゃダメだよみんな。分かった。ちょっとちょっとなんか人気出てきたと思ったでしょ、自分たちの企画持ってさ、なんか俺たち行けるじゃんみたいになっちゃうんでしょ。調子乗ったのはダメだよね、ダメだよね、うちの自己紹介忘れるぐらいだから、ね、そう、うん、もう知ってるでしょ的なって位置にいたと思ってたから、よく気をつけます、それは。だから私の今年の一番の目標はね、謙虚な気持ちですけど、もう一度皆さんと交流できるイベントを開催する、あー、これですね。やっぱり会いたいよね、会わないとさ、見てくれてる人の生の声聞けないし、そうだね、僕まだそれ参加したことないんで、ぜひ今呼ぶかどうか分かんないけどね、聞きたいな、まるちゃんを呼びます。やったー、これで呼ばれなかったら揉めるで、さすがに揉めるで。パネル用意するかもしれない、パネルは、パネル欲しいんだよ、パネルだったら揉めるぜ。もう込みでちょっと計画練っていって、今年中にもう一回リアルイベントをちょっとどこでやろうかね、楽しみにしてる、考えます。ディズニーランド。そう。ディズニーは東京ってついてるけど千葉のやつね。もうやもうみんなに会えるかどうか不安なの。そうだね。まあそこら辺ですかね。それで3万人突破した記念で、何か一つ今すぐにでも始めたいなと思ったんですよ。うん、何かしたい。今更ながら。はい。インスタグラム、インスタ、スルシナへの公式インスタを、うん、ついに始めたいと思います。目標は週に1回は更新すること。最初はね、そんなもんでしょうね。最初がそんなもんだったら後半もないよ。1回聞いてもないよ、毎日毎日だよ。でもね、なるべく、しかも私がちゃんと、お、なんかね、もうね、公式ツイッターほぼやらせてるのよ、お友達。うん、公式スルシナへのツイッターね、ね、うん、だからたまに日本語が古いなって思う時もあるんで、私書いてないんですよね。で、うん、私ができることといえば自分のでリツイートしたりコメントを出したりするぐらい、うんうんうん、なんですけど、インスタはちゃんと選手で回そうと思って、カラーで、おう、みんなでやろう、私がほぼでやるから、ちゃんと、なんちょっと引いてんの。俺たちやったことないからな、SNS 苦手なんだよ。そう、俺も SNS 苦手だからさ。なんでそこら辺もちょっと頑張って、はい、私も機械苦手ですけどやっていきたいと思います。頑張ります。ぜひ皆さん Twitter と Instagram どちらもフォローしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最後は真面目にね、はいはい、はい、皆様のおかげで1年間で3万人達成することができました。ありがとうございます。タイミングすごくね、お前すごいね、天才か、お前天才。これからも皆さんの麻雀するしない応援よろしくお願いします。お願いします。
そしてさらなるね、新色も増えたり、インスタ始めたり、いろいろね、企画も盛りだくさん、グッズも増えると思います。皆さんに楽しんでいただけるようリアルイベントも再び開こうと思ってます。これからも皆さん、この涼しない見てね。じゃあまたお会いしましょう。バイバーイ。